はい、どうも、名古屋塾チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾チャンネルのひす。どうも、こんにちは。本日は、愛知県の公立高校、募集要項が発表されました。今年ね、マークシートに変わっていろんなものが変わるんですけども、募集要項変わりましたかね、どうですかねっていう気になる方、ぜひ見ていただきたいなと思います。またね、愛知県の受験情報、学校情報、動画やブログで出してますので、皆さんぜひそちらもチェックしてほしいなと思います。まあ、受験対策とかでね、まあ、受験校の組み合わせもそうですけども、相談したいって方は生放送、オンラインコーチングでも受け付けてますので、そちらもぜひチャンネル登録、高評価もしていただきながら待っていただきたいなと思います。それではどうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。今回発表されたものは、学校自体がどれくらいの人数を募集するかという話と、あとは何月何日に受験があるのか、何月までに願書を出さなきゃいけないのか、そういった話が出ました。ちょっとだけね、まあ募集要項見ればいいんですけども、ちょっとだけ僕の方で加えさせてもらいます。またね、井の塾のブログでも詳しく書いてありますので、そちらぜひね見ていただきたいなと思います。まず気になる点っていうのが、去年まで推薦入試と一般入試っていうのが一緒の日だったんですけども、これが別々になりました。推薦入試の出願自体が2月の1日か2月の2日、そして合格者の発表が2月の8日です。一般受験の出願書類の出す日にちが2月の10日から2月の13日です。そして受験日が2月の22日になります。まあ、面接はね、あるとこはあるんでしょうけども、ないとこはないです。そして今年から特色選抜というものも出ました。特色選抜はね、推薦入試と同じ日になりますので、まあ、内容がちょっとだけ違います。そして受けられる学校や学科も特色選抜と推薦入試では違います。ちょっとね、詳しく知りたいわっていう方は、また動画出しますので、そちらチェックしてほしいなと思います。そこでね、ちょっと気になるわっていう方、多分いらっしゃると思うんですけども、いつの成績が内申として公立高校に行くんですかっていう質問、これなんですけども、実は去年までは3月の15日前後ぐらいに定期試験がありました。まあ、総合テストっていうやつなんですけども、そのテストの結果である程度内申を決めて、仮内申というもので公立高校に行っていました。つまり2学期の内申が行ったとか3学期の内申が行ったっていうわけではなくて、仮内申という全体的なものを見て内申というものが行きました。ちなみにね、1年生2年生の内申が行かないっていうのは、これは嘘です。嘘なんですけども、ただ行ったとしてもあまり見られないっていう傾向があるというだけの話です。まあ参考程度ということですね。これに関してもね、詳しくは井の塾のブログにも出してますので、そちらチェックしてほしいなと思います。そうすると今年2月とか1月に総合テストがあったり実力テストがあったり、これが内申に関わってくる学校と関わってこない学校が出てきていると思います。2月にテストがある学校はまず関わらないです。そして1月の下旬とかに定期テストがある学校も、これも関わらないです。まあもちろんね、おそらくなんですけども、ただ1月の上旬とか中旬ぐらいにある学校は内申を決めるのに大体1週間ぐらいかかるので、その1週間で決めて内申をね、仮内申として出すっていうことは確かに可能なので、1月のテスト、去年まではもちろん影響があった、今年は影響がないって言われてましたけども、おそらく少しだけ影響するんじゃないかなと思います。ただね、1学期と2学期の内申がほとんど行く可能性が高いので、3学期のテストがめちゃくちゃ良かったとしても急に内申が上がるかって言ったら、その可能性はちょっと低いかなと思いますね。そして募集人数に関してなんですけども、まあ、去年と変更があったかどうかっていうのをすぐパッと見て分かるかっていうと、分からないです。分からないんですけども、おそらく変わらないと思います。ただ今年からね、学校名がかなり変わったんですよ。まあ、いわゆる改編っていうやつとか新設っていうやつなんですけども、それが去年と名前が変わってますので、戸惑う方もいらっしゃると思います。井の塾のホームページの方に合格ライン、いわゆる内申点とか当日点がどれぐらいなのか、そして合格判定のサイト、今ちょうど作ってるんですけども、そちらもまたね出す予定なので、それ使っていただいて、今自分の内申点や当日点ってどれぐらいだったら、これぐらいの学校が目指せるっていうことを少しね参考にしてほしいなと思います。これどの子でも無料で使えるようにしてますのでね、ぜひチェックしてほしいなと思います。またね、受験校の組み合わせの相談、受験校ね、どんな感じで対策取ったらいいのか、どういった教材使ったらいいのかわからないって方はね、ぜひね、生放送、オンラインコーチングもよろしくお願いします。合格判定サイトね、めっちゃ使いやすいようにね、今年改良してますので、愛知県で一番データ持ってますから、合格最低点、そういったデータ欲しい、見たいって方はぜひね、そちらも使ってください。それでは皆さん、バイバイ。